フのリーチは横に長いぜ。威力は高いかどうかは分かりません。集めて一気に左で当たる。いい感じ。投げると欲が出ちゃうよねっていう。地道にやっちゃうよね。あ、ドカンってやっちゃうか。そろそろちょっとタイムボーナス取りに行かないとまずいね。やめで、ほんとここを防眼の敵が嫌になるわ。避けるんじゃないよ。お手手は光ったけど、取っとくべきかな。ちょっと取っときましょうか。回収タイム。からの突撃。あれ、ここに珍しく防弾野郎がいないな。珍しい。っていうか初めてのパターン。何があったのか。いつもここに2体いるんだけどね。不思議。エムすぎる。お手手が赤く燃え、言わせろ。待ってく。またまたパンパンになってしまった。ね、整頓中。密集密です。はい、でボーナス取って、マジ密でしたわさっき。ここでちょっと燃やしましょうかね。で、またいっぱいいるな。フラッシュ。あれ？あれ？ちょっとクラザーさん、蹴りから衝撃が飛んでるらしく、トークン敵が起きてしまった。凄まじいな。まとめて蹴り倒そうと思ったんですけど、うわーうわダイナマイツ。先行使っちゃおう。いろいろ危ない。こいつも蹴っちゃう。逃げろ。危ない。矢だらけですよここも。見えないでしょ。倍返し。ちょっとこれ拾わないと扉開けられないな。開けられないなこれ。ね、拾えません。どうしよう。扉開けて向こうに行きたいんです。矢が邪魔だ。あー死んでしまう。もう一回閃光投げとこう。
いつもここ開けた瞬間にいるよ。今こそお手で光ってほしい。今こそどこやっとんねん。でまし食べちゃう。枕澤さん大人気ですもんね。うわうわ、お手で光ったけど、お手で光ったけど、へい、もうちょっといてほしかった。予想よりいなかった出待ちが。おうここも手待ちされてたわ。この場所も多分矢がブスブス刺されそうな気がするんだけど、リリーどこやっとんねん。ちょっともう下手くそすぎでしょ。防寒か待ちうさい待ちうちゃいよ。蜂の巣ですわ。この道もちょっと危なっかしいじゃ危なっかしいけど、フレーム発動中。連発で飛んでくる。あーわらわらわら、真っ赤に燃えるんだよ、手が。で、下の防寒もちょっと始末したいね。いや、ここはもう手榴弾ちょっと投げさせて。手榴弾死なねー。ここにそうそう グリーンハートがね、これ欲しかったんです。どこやったんねん。当たるんかい。橋さん影にいると思ったのに当たるんかい。近い近い。あ、お手で光ったよし。この部屋に突撃。ガラドール出します。真後ろやめてよ。もう死んでしまうよ。これが最後の回復。できれば、あ、こう救急スプラーあるんだった。もうちょっと息集めたいんですけど。ちょこら4連続ひどいひどい。やっちゃうかー。どうあ、いたいた。よしよし、すれ違いに当たった。めっちゃがめっちゃがです。ここにもグリーンハーブあった。防寒の矢が飛んでこないだけですごい安定するなぁと言っても、あいつらたまに移動してくるもんね。こんなかん基本ここで籠城戦したいね。やっぱりただそうなるとちょっとコンボがつながらないってはなっちゃうんですけどね。横にいた。お手手は光った。お手で光るとちょっと欲が出てしまうよね。これだけ敵の密集してないって落ちよ。2匹やっちゃうか。あ、ちょっとクラザーさん消費が強すぎてドラム缶も爆発してしまったよ。
ドラム缶までは爆破しなくてよかったんすけど、よかったんすけど、もったいないドラム缶。そして時間が、あ、でもなんだかんだ6万点、よしよしよし、耐えろ、あとは耐えるんだ。回復はある、大丈夫、まだ回復はある、あとは耐えろ。なんでクラージャーしなんちゃった、左側に構えるからしょうがないんですけども、4321 0、よし6万点、逃げれば勝ち、逃げれば勝ち、よし、とりあえずこれでクラザーさん全部星5です。マジでハンドキャノン夢じゃなくなってきた可能性が出てきた、いけるかもしれない。パチパチありがとうございます、いけるかもしれない、これマジで頑張ろう、ハンドキャノン頑張ろう。